学生9人を対象に試験を行った結果、それぞれ50何点何点何点とって、何点だったと。で、0以上100以下の整数 x の値がわからないとき、この子やね、ここの真ん中のこの真ん中かわからんけど、まあ、この子の値がようわからんとき、このデータの中央値として何通りの値があるだろうかと。はーい。中央値の話するときは、一回あれな、ちっちゃいもん順に並べましょう。なので、一番小さいのが35か ?35 を、んでから、次が42かな ?42。ほいでから、60、じゃあ先に50があるのか。50、57かなこの順番か。50、57。ほいでから60行って、68。左下に68おるからな。60からの68で、で、73、80ということやね。で、X がどっかにおんねんな。もしかしたらここにおるかもしれへん。ちょっと X 赤で書いておこうか。ここにおるかもしれへんし、35と同じかもしれへんし、この間かもしれへんし、こっちかもしれへんし、みたいな話だ。だからどこにおるかよ、わからんという話だね。で、その時の中央値の値として何通りがありますかという話です。はい。ということは、まず、ちっちゃいとこから考えていきましょうか。この子が、まあ、0点とかな。1点、2点、3点言うて、まあ、35点までや。この間におるとき。この間におるとき、中央値ってどこにおるんかって言ったら、この子が一番最初やろ。1人目や。ちっちゃいやつな。で、1、2、3、これ、ちょっと待って、9人おるんやったっけ、今。そうやな、学生9人を対象やから、中央値は前から数えて5番目や。ってことは、1、2、3、4、5、こいつや。57点。こいつが中央値になるわけよ。この状態、これな、これをまあ1番としましょうか。1番。この時は、57っていうのが中央値になるわけよ。いい？これが中央値な。ほんで、いいか、こうな。次2番、今度は、てか、な、35超えたところでやんな。これ、ここになってもさ、前から数えて5番目ってさ、相変わらずこの子じゃない？でしょ？で、X がだってこの辺におっても、こいつと同じ50でも、ここまでおっても、前から数えて5番目はこの57点の子じゃない？ってことやろ。いうことやから、まあ57点になるまでは、この X がね、X の値が57点になるまでは、ここちゃう。で、まあ、57点になったところでか、こいつが。こいつが57点と同じ値を取ったところで、どっちかが、中央値の子になるわけや。前から数えて5番目は誰ですかって言ったら、こいつかこいつかのどっちかってなるわけやから、ほな、ま、57点でいいでしょ。で、今のところ1通りやな。次。じゃあこれ57をちょっとでも超えましたと。でーん、みたいな。はい、この58点になりましたよ。こいつが今58点になったら、仮にね、ほな、そうすると中央値は、こいつに変わるんちゃう。だって前から数えて5番目は、1、2、3、4、5番目よ。ほら。でしょ？ってことは、この場合は、中央値は58になるわけよ。この1番ちょっとやめておこうか。いい？58になるよと。ってことは、当然、こいつが、もうちょっと大きくなって、59になったとしようか。59になったら、当然、よいしょ。こいつがね、仮に59点になったとしましょうか。で、その時も当然中央値はこいつや。じゃあ59点っていうのも、そうやな、中央値として何通りの値があり得るかやもんな。じゃあ59点もいけるやろ。で、次60。こいつがもし仮に60点になったら、こいつと一緒になるわけよね。この子と一緒になるわけよ。で、こうなった場合、下から数えて5番目はって言ったら、この60点取った子が X の子や。でしょ？まあ、どっちにしても60よ。60点。で、X がじゃあ60よりも大きい値取ったよ。61、62、63とか、この間とかな。68とか69とか、まあ、この辺の値取ったとしましょう。その場合、中央値ってどこですか言ったら、まあ、変わらずこれじゃない？下から数えて60番目こいつやもんな。あ、じゃあ5番目が、60番目って、下から数えて5番目こいつやもんな。で、X がたとえめちゃめちゃ高くて、満点取ったね、100点取ったね、言うたところで、中央値は変わらずこいつじゃない？ってことは、X が下からずーっと動いてきて、中央値って何通りあるんかって言ったら、最初はこっちの57。X がずーっと増えていく間、57になるまでは1通りや、57や。で、こいつが超えたら、
こいつを超えたら、どうしようかな。まあまあしゃあないな。こいつを超えたら、超えた分だけ。この子が1点超えれば1点ずれるし、2点超えれば59点になればもう1個ずれるし、これがさらにもう1個ずれて60と重なれば、こいつは60になるし、で、その先もずっと60は変わりませんよ。っていうことよ。ということなんで、結局今回、中央値っていうのは、全部でこんなけちゃう。この全4パターンじゃん。ね。ということなんで答えはほな4通りってことちゃうか。だいぶスペースちっちゃく書きましたけど。はい。なんか味気ない感じですね。これだけのスペースで収まってしまいました。はい。ということでございました。お疲れ様です。